大浜町道路原表大浜町は、かつて愛知県壁海軍にあった町である。江戸海戦の基地である大浜港があり、古くから海運で栄えた。現在の壁南市の中心部に該当する。衣が裏と呼ばれた海に突き出す。半島上の大村。海に沿って大きな砂浜が広がり、大浜港は古くから海上交通の要衝として栄えた。 和名省では、ず軍大浜里に属していたが、近世や萩川の改修によって、北旗海軍に編入された。1409年の熊野同社日記に、一生大浜号と記され、1499年の藤歴乱記に、小川より船にて三河へ行事しに、大浜というところへ船寄せてとある。の東国には、船のことより言いつけられたれば、 手間もいらず、暮れ果てて、三河大浜まで押し付けたりとある。半世紀の大浜城は、1604年幕府領、1625年、西大藩領、1643年幕府領、1645年、西大藩領、1659年幕府領、1769年、大浜藩領、1777年沼津藩領となって幕末に至る。 現在の壁南市立大浜小学校現在の壁南駅西方寺1951年の鈴木座かつて大浜町に伝統会社があった。埼下東吉が1911年10月25日に事業許可を受け、機械電機を12月に設立。1912年8月4日に事業開始。発電所は持たず、岡崎電灯より受電した。 送電区域は、大浜町、新川町、棚、小村、高浜町。1920年岡崎電灯に合併され、1923年に大浜火力発電所が建設された。1944年の東南海地震により、発電所の煙突が倒壊。その後は変電所となった。ハ都後に、大浜神谷が築かれた場所と推測される。 壁南市発足後の1955年に、壁南市立棚尾中学校と統合され、壁南市立南中学校となった。AB 局通羅海水浴場をとぼとぼ歩く、壁南市、常設兼、壁南の歴史と、文化壁南下間、通羅海水浴場の共同シャワー、愛知県、写真集、明治大正昭和壁南国書観光会、1980年、 壁界の昭和受林者、2012年1960年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。元の出展は、映画年間線後編別冊全国映画館6 9 6二本図書センター、1999年、P135。大浜本町通りとぼとぼ歩く壁難し、日本全国諸外社役員六第21回、電気事業要欄。 第8回、電気事業要欄。第13回、壁南市市二巻、638から639ページ。ありがとうございます。